父ちゃんの24だぞ。ああ、俺の名は野原ひろし、一流のビジネスマン。俺は今日朝一番で大切な取引先との商談がある。だから7時15分発の電車には絶対に乗らなければならない。これは俺が起きてから電車に乗るまでの24分間を描いた壮絶な物語である。限られた時間でどうしてもしなければならないのは着替え、ひげ剃り、寝癖直し、トイレで大きい方、朝食、歯磨きだ。家から駅まで全力で走れば5分だから、4時10分に出れば間に合う。あ、やだ、もうこんな時間。落ち着け野原ひろし、嘆いてる時間はない。しまった、なんでこんな時間のない時に限って完璧な朝食作るんだ。しかしショックを受けている場合ではない。諦めよう。くっそ、ごめん、私入ってるの。これで確実に4時15分に乗れる。達也なんか言ってる暇ないわよ。こうして俺の人生で最も長い24分間は